今も私たちの生活を脅かし続けている新型コロナウイルス。そもそもこのウイルスはどこから、そしてどのようにやってきたのか。なぜこんなにも世界中に急速に広がってしまったのか。これについては国際的にも多くの議論が飛び交っています。中国武漢の市場で食用に販売されていた野生動物から人に感染した可能性、中国の HIV ワクチン開発研究所から誤って流出した可能性など、しかしまだどれも決定的な証拠が見つかっていない状況です。そんな中、 WHO による新型コロナウイルスの起源と感染拡大防止のための調査を求めて、EU とオーストラリアが提案している決議案に日本が参加することを表明しました。要約元はこちら。この調査は、COVID-19 については徹底的な調査が必要であり、独立した機関によって実行されることが重要という考えの下推し進められているようです。WHO は、アメリカやその同盟国の一部から非難されている面もありますが、日本が調査協力の意思を示したことに対して、海外からの応援、サポートの声が複数寄せられました。海外の反応、とても良いニュース。真実を求め続けてください。もちろん、日本が調査要求に応じることは正しい選択だと思う。原則として、私たちは、このウイルスの起源を突き止める必要があるからね。証拠が破棄されてしまう前に、迅速に、この調査を実行する必要があるよ。日本を全面的にサポートします。立ち上がれ。日本。安倍首相は、今の日本の大統領で、私たちは、彼に最も良い方法を導いていってもらう必要がある。そして、これは、これ以上、大きなダメージを防ぐために、COVID-19 の起源を探し出すことも当然含まれる。彼の選択は正しい。私の感想。コロナウイルス感染拡大が始まり、5ヶ月ほど経過しましたが、その間に、本当に、多くの議論を目にしました。世界各国の研究者たちや専門家たちが、真相解明に向けて調査を実施していますが、新型ということもあり、未だに、多くの謎を抱えている状態が続いています。どこかの国を攻めたり、争いを引き起こしたりするためではなく、今後の感染を抑制し、これ以上犠牲者が増えないために、今回の調査が進んでほしいと思います。また、事実を隠蔽するための調査とならず、私たちに真実が届けられることを切に願います。そして、この調査への日本の協力姿勢が、他国からの期待の声に応えるものとなってほしいです。